者で行こう。お鶏飯編、ボリューム14、鶏飯のはみ出し物。皆さんこんにちは、鶏飯13000系です。JR 西日本の221系です。あれ ?221 系くん、ほっぺに何かついてるよ。え?何々?何か白いもの、ご飯粒?すごく大きいけど。え?どこどこ?あ、反対側にも。ん?もしかして、これのこと?そう。これはご飯粒じゃねえ。転落防止ホロだー。4両編成の僕は、2編成つなげて8両で、ヤマト次快速の運用に入ることがあるから、リニューアルの時に取り付けられたんだー。茶番はさておき、今回は溜め込んでいたネタの、中から、駐所島駅に撮影に、行った時のお話。茶番で済ませるなー。まあまあ、本題に入ろう。駐所島駅は、京都市伏見区にある、京阪本線の特急停車駅で、ここから宇治線が分岐してるんだ。カーブの途中にホームがあるから、撮り鉄にも人気の駅だよね。ここに来た目的は別だったんだけど、いろいろ撮ってて気づいたことがあるんだ。どんなこと?この写真を見て。前傾の準急、出町柳駅だね。停止位置に止まっている時に、戸屋根の上を見てみたら。ん?クーラーが屋根からはみ出してるじゃないか。前傾の屋根の上にはクーラーが、4つ乗ってるんだけど。一番大阪寄りに設置してあるクーラーが、車体からはみ出してるんだ。大阪寄りの先頭車は、一番京都寄りに設置してあるクーラーがはみ出してるから、こんな状態に。ちょっとバランスが悪い感じだね。でもえらい細かいところに気づいたな。それで不思議に思って、他の形式の屋根上も観察してみたんだ。まずは2200系、屋根の上にはクーラーは4つ。ちゃんと屋根の上に収まっているね。続いて関西発の5扉車5000系、屋根の上にクーラーは5つ。これも収まっているぞ。関西発の冷房付き通勤車2400系、屋根の上にはクーラーは8つ。8個もクーラーが乗ってるの?しかも一つ一つが大きいね。屋根の上に大きなクーラーが、ずらりと並ぶ姿からついた別名が、万里の長城。これはさすがにはみ出すんじゃないか?では、車端部の写真を、どうぞ。あれ?ちゃんと収まってる。ついでにパンタグラフ付きの車両。屋根の上にクーラー8個並べた上に、パンタグラフまで付いてるのに、全部屋根の上に収まってる。これはすごい。2400系や5000系は、初めから冷房付きで設計されているから、屋根上に収まっているのは、当然でしょ?確かに、最初からはみ出させる設計なんてしないよな。じゃあなんで、線形だけはみ出しちゃったんだ?それはね、線形の歴史をたどればわかるんだ。解説よろしく。現在の線形は、1977年から78年にかけて、9700系の車体に、新造した走行機器を、つけて、作られたんだ。書類上は新製だけど、車体は有用してるから、実質的には改造だね。この時に、1983年の架線電圧 1500V への昇圧に向けた準備が一緒にされ、クーラーもつけられたんだ。じゃあ、後からクーラーをつけたからはみ出しちゃったんだね。9700系の屋根上には換気のための通風機があったらしいから、クーラーを取り付ける位置にも制約が出ちゃったんだろうね。なるほど、よくわかったよ。前照灯や窓の形など、異彩を放つ京阪線系、40歳になるけどまだまだ現役だよ。普通や準急で見かけることが多いけど、通勤階級なんかで走ることもあるよ。ご覧の皆さんも線系を見かけたら、ぜひ屋根上に注目してください。今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、この時に駐所島駅に、来た目的は何だったの?これ。これは、3000系の快速特急、楽学、じゃないか。5月に撮影したものだから、今ではちょっと見た目が違うんだ。今はどうなってんの?これ。うわ、かっこいい。